1キロ4分半を切るペースで走ってみたいな。キロ4分半を切るペースをもっと楽に長く維持して走りたいな。そのようなランナーのあなた、今回はキロ4分半を切るペースを楽に長く走れるようになる方法をご紹介させていただきます。どうも、ランニング整体師ゆう先生です。なかなか1キロ4分30秒より速いペースを楽に出したり長く維持できない方は、足の重さを使った走りができていない可能性が非常に高いです。足の重さを使った走りとは何かというと、前に振り出した足を脱力させて振り下ろす、この足の重力を使った走り方が足の重さを使った走り方です。この足の重さを使った走りができることで、無駄な力を入れることなく股関節が使え、かつ地面に強く力を加えて走ることができるので、大きい筋肉を使ってストライド広く走ることができるようになります。この足の重さを使った走りを習得するためのポイントが、前に振り上げた足をいかに脱力させて体の真下に落とせるか、その感覚を身につけることが非常に重要になります。ですので、今回は足の重さを使った走りを習得するための、前に振り出した足を振り下ろすときに脱力させる感覚を習得する方法、そしてその感覚を走りにつなげていくためのドリル、そして実際に足の重さが使えている走りとそうでない走りの違い、それぞれ見ていただければと思います。まずはももをできるだけ高く持ち上げ、足を横に倒します。このまま足を一気に脱力させ下に伸ばします。これを10回行います。ポイントは、足を伸ばす際できるだけ脱力して伸ばすことです。うまく行えると、足を伸ばした時全身が揺れるような感覚があります。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対も同様に行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、次に足を外からできるだけ高く持ち上げ、体の前に持っていき、一気に脱力させ足を伸ばします。これを10回行います。この時も足を伸ばす際できるだけ足を脱力させ伸ばします。うまく脱力して伸ばせると、伸ばした際全身が揺れるような感覚があります。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対も同様に行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まずは膝裏を抱え、ももをできるだけ高く持ち上げます。次にもも裏で手を下に押すように力を加えます。そして一気に手を離します。ポイントは、手を離した瞬間一気に足を脱力させましょう。これを10回行います。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対も同様に行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2スキップ、交互に片足立ちで2回弾みながら前に進んでいきます。ポイントは、ももを股関節より高く持ち上げること、
着地した際膝が曲がらないようにすること、体が宙に浮いている間に素早く足を切り替えることを意識して行うことです。もも上げ。ももを素早く高く持ち上げながら前に進みます。ポイントは設置時間をできるだけ短くすることを意識しながらももを高く持ち上げ行うことです。 B スキップ。両足で弾んだ後肩ももを上げ、片足で弾んだ後曲げた足を下に解放し、これを繰り返し前に進みます。ポイントはももを上げると同時にかかとがお尻に近づくほど膝を深く曲げることです。そうすることで片足で弾む瞬間曲げた足を下に解放すると、膝を無理に伸ばす意識がなくても自然と膝が伸びながら足が体の下に降りてきます。両足で弾んだ瞬間股関節と膝を曲げ、次に片足で弾んだ瞬間曲げた足を下に解放する。これを繰り返しながら前に進みましょう。足の重さが使えている走り。ももがしっかりと上がり、持ち上げた足を力を抜いて下にストンと落とせることで足の重さを使って地面を押して走ることができます。足が上がっていない走り。前に振り出す足のももがしっかりと上がっていないと足を上から下に落とす力が使えないため、足の重さが使えない走りとなります。これを改善するためには下のようにももをしっかりと持ち上げる意識を持つことが重要です。足を下に落とす意識が少ない走り。足を前に振り出す際ももを上げる意識はありますが、そこから足を体の下に落とす意識が少ないと足の重さを使って地面を強く押せない走りとなります。これを改善するためには下のように振り上げた足の力を抜き、足を下にストンと落とす意識で走ることが重要です。そうするとより地面を強く押して走れます。はい、ということで今回はキロ4分半より速いペースを楽に長く維持して走れるようになるための足の重さを使った走りの習得法をご紹介させていただきました。もし今までそんなこと意識したことなかった、そのようなランナーのあなたは、ぜひ今回の動画の内容を見返して足を振り下ろすときに脱力させる感覚を習得して足の重さを使った走りで走っていただければと思います。必ず今までよりも楽にスピードが出る感覚が得られるはずです。最後にこちらか概要欄にあるリュウ先生の LINE に友達追加していただくと、フォーム診断、9割のランニング初心者が体感した1週間で走りが楽になる3つのトレーニング動画、リュウ先生の秘密のランニングコミュニティ、この3つの特典をプレゼントしていますので、ぜひこの機会に3大特典ゲットしていただければと思います。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。